Next report from Australia. 今週はオーストラリアからのレポートです。場所はオーストラリア大陸の南東部のメルボルンです。メルボルンはですね、今年イギリスのエコノミスト誌の調査で世界で最も住みやすい都市第1位に選ばれているんです。今週はこの都市でのさまざまなライフスタイルを5日間にわたってお送りします。今日ご紹介するのは For Rent、 メルボルンの住宅事情をお伝えします。ではこちらをご覧ください。オーストラリア第二の都市メルボルンの緑豊かな公園、歴史的な建造物が残る美しい街並み、240キロという世界屈指の営業距離を誇るトラム、全部メルボルン市民の自慢です。街の人たちが暮らす閑静な住宅街、家の前でよく見かけるのがオークションと書かれた看板です。これからこの家のオークションが始まります。オーストラリアの住宅市場はおよそ9割が中古物件、お客が直接競り落とすオークションによって売買されるのが一般的です。結婚を機にマイホームを購入したい、そんな夢あふれる2人を訪ねました。電気工事の仕事をするスコットさんと会社員のナタリーさん。今2人が暮らしているのは広さ 2LDK、 家賃12万円の賃貸物件です。結婚して長く暮らすには家を購入した方が経済的だと判断しました。So primarily what we're looking for in a property is something that's got character. This place is kind of boring. Something that's got some appeal to it, some character and... 物件探しには不動産業者のウェブサイトを活用します。気になる物件を見つけた2人は内覧会に行くことにしました。お目当ての物件はメルボルンの中心街から徒歩10分、1890年に建てられたクラシックな建物です。もともと銀行が入っていましたが、マンションにリノベーションされました。これいいんじゃないですか。オークションにかけられるのはこちらのお部屋。延べ床面積70平米の 2LDK。 ここは建物の最上階、屋根の構造をうまく生かした間取りになっています。競売の開始価格は2700万円。新婚の2人にもなんとか手が出る物件です。2人の夢はどんどん膨らんでいきます。バスタブも。It's not long enough for one person. Yeah. It's tall. Right. It's very individual rooms. Each room is not the same. They're all very individual. It's different. It's not your average apartment, which is really good. Yeah. すっかり買う気満々の2人。オークションへの参加を決めました。オークション会場は同じ建物のロビー。そういうスタイルなのね。参加者は10組、虎視眈々とこの物件を狙っています。Incredibly nervous. It's a really nice place. Kind of hope we get it. There are a lot of people here.
よいよオークションが始まります。オークションによって開始早々値段が跳ね上がっていきます。迫力に圧倒される2人もう手を出せる値段ではありません。まだ行く。At $441,000 now, stack the value, it adds up in my book now. At $441,000, at $441,000. いよいよ落札か? Test you now. Once! At $441,000. Wow. 一気に値段が跳ね上がりました。Selling! We're selling! Sold! Congratulations! Fantastic. Thank you very much.落札価格はおよそ3500万円でした。2人の夢の城は遠ざかっていきました。Well, it's quite disappointing that we didn't get it, but it went for a good price. It was a little bit higher than we expected. But hope isn't lost. There's one more. Hopefully we'll get the next one. Better luck next time.いやースカーナタリー大丈夫だよ、ね、かなり残念そうな、かわいそうでしたね。夫婦間の競争みたいだよ、なんかね、大変だね、これ競争でしたね、すごい競争なんです、みんな、やっぱり当然真剣な顔でね、落札していくということですけども、こういうスタイルがあるとね、ちょっとね驚きましたね、オークションスタイルなんですね、面白いですね、オーストラリア、もともとでもあれじゃないですか、うん、日本とちょっと違うな、住宅そのもの、メルボルンってほら古い街なので、ね、住宅そのものに価値があるので、ある種そう投資の対象にもなっているっていう背景もあるのかもしれないですよね。なんか他に情報が来てるみたいですね、はい、ですね、今回スコットさんとナタリーさんが落札できなかった家はですね、はい、メルボルンの中心から徒歩10分ぐらいの好立地なんですよね。だからちょっと大人気の物件だったと思うんですけれども、2人はその後も別のオークションに参加したんですが、そこでも落札できなかった、できなかったんだ、はい、まあね、やっぱりそこは悔しいでしょうけどね、まあ、必ずなんかいい、はい、物件は出てくるかなというふうに思いますけど、でもこうやってその真剣にいろいろ細かいことまでお互いで考えるから、うん、いいシステムかもしれないですよね。いいシステム、納得できるシステムかもしれないですね、皆さんね、明日はメルボルンのカフェ文化についてお伝えします、お楽しみに、はい。